マジか、その下髭。うわぁ。はい、短期決戦です。5月12日、8時20分です。トレードを始めましょう。いや、マイナススタートか。上がってちょう。はい、おはようございます。よし、なんか上がんないけど、マイナススタートは痛いね。下がった、ピコピコ下がった、ピコピコ上がった。あー、はい、今日ね、運悪いからね、灰色も負けると思うんだよ。あ、どうかな。まあやるけどさ、運はないよね。あー、きつい。よし、よし、いけ。その伸びは止まんないよ、そこで。押した、やった、いった、よし、戻んな。横横でいい、そこで横横で、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 よし、横横で、よし、よし、取った、よかった、取れたよ。オッケーオッケー。長い交流時間があったからね、横ばいの時間があったからね、よかったよかった。浮いた浮いた、よし、3勝2敗1引き分けだよし、よくやった。72、80戻るよねこれね。ああ強い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 、あ強い強い、よし、いいんじゃないの。もうあれだよ、勝ち株だよ。まだまだあれだ、含み損だね。あれ、ああそっかそっか、ウォンを持ってるからね。ウォンをね、2万株買ったんだ。ウォン KRWJPY、 あれが含み損なんじゃないかな。ドル円は今470円ぐらい含み益でしょ。うん、いいよ。とりあえずこの3000円を消してくれ80回復して3000円を消してくれ。よし、株はね、
S 級だからね、気配がよくわからない気配してる。ソフトバンクなんか1000円したから。S 級だから怪しいよね。なんか VTEC がいいとか言ってたけどな。VTEC と大変。コロプラいいよね。三越伊勢さん独楽だよ。任天堂強いし。ケアサービスも買い気配だね。テモナも買い気配だね。原油上がってんだこれもしかして。原油ブルが赤いよ。ダウが23ドル安でしょ。先物が5円安 ?80円安だったのにね。ああ。新たな C 型肝炎感染の件数15年ぶり高水準アテナ、米疾患対策センター。ヤマハの社長がバイクの免許を取った理由。日本株3日ぶり小幅反落へ。米金利低下と円安一服はてな。輸出金融に売り。債券上昇か。米株安債券高受け買い先行はてな。利回りフラットかとの見方。フラットかとの見方。これビックス教習数が上がってんだけどね。まあ教習数ちょっとだ、まあ、ちょっと上がっただけだ。なんか止まってない。85ぐらいまで戻してくれたらいいんだけどな。ちょっと朝から円高傾向だったからね。ああ、79か。押した、行った。行ったれ、行ったれ。ゴールデンクロスだ。9時ゴールデンクロスじゃない。30分だろ。いや、20分で行くな。8時50分ゴールデンクロス。下がらなければ。まだね、弱いね。ヘロヘロしてるね。ここは雲の上で、あれか、雲の上で抑えられてんのか。これ、25MA が上向いてるからね。こうバシューって下に陰線が出なければ、上だろ。これ、10分でゴールデンクロスするか?88ぐらいまで見てるけど。88。いくかな ?88。まだこれ。80回復してほしいね、とりあえずね。戻ってきちゃうんだよね。弱いなぁ。マルペケさんおはよう。あ、マルペケさんおはよう。おはよう。ゴールデンクロスが見えてきたけどね。よし、上がってきた。とりあえず、あ、わぁ、下がった、これ。これなぁ。これなぁ。入ろうやるか。入ろう。あー戻った。長い陰線だったんだけどね。今日運悪いからさ、廃炉も負けると思ってんだけど、とりあえずね一回勝ったよ。あ、3勝ん
3勝2敗1引き分け勝ちが1先行。わー下がるね。ここはロングじゃない、ハイじゃないの？いや、うわうわ下がるな。下がるな。ここハイだろ。マルペケさん、今日6時以降で。今日6時以降で、うん。あーダメかなこれ。よし戻った戻った。あーちょっとあーきつい。下げすぎだろそれ。押したいってるよね、いってるよね。マルペケさん試合しまくりだな W 試合しまくり試合しまくり運悪いっつってね、今日ボコられるかもしんないのにね。横横でいい、横横でいいよ、横横でいいよ、横横でいいよ。2秒、2秒、勝ち確。よし取ったー、じゃじゃーん、取ったー、取ったー。よし22,69222,629。ああ、いいね。勝てんじゃね？調子に乗ってるとね、行かれるからね。本当にね。これ、やだな、この山。この大陰線、やだな。いやーちょっと音声止めました。あー下行くなー。あーもう一回入ろう。下行くなー。でもなー、はい、おしおしおし、やっぱ76は入るとこなんだよ。おし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 、76は入るとこなんだよ。あー下がってくる、下がってくる、やめてやめて、よしこさん。頑張れ頑張れ、微妙だぞ、頑張れ。そこでバシーなんていかないでよ。横横でいい、横横でいい、いいよ。17秒、横横でいいよ、横横でいいよ。7秒だ。あ、危ねえ危ねえ。4秒、よし勝ち確。よし取ったー。これ良かったね。微妙だったけどね、ここね。よし、23,000。マルペケさん、88,888。ありがとう。マルペケさん、強いな。強いな。あ、行った、上行った。これ、80回復してくれないかな。5勝3敗、5勝2敗、1引き分けか。かな？あ、5勝3、2敗、1引き分けか。うん。よしよし。上行こう、上行こう。上行こう、上行こう。いや、76がさ、そこだと思ってんだよ。
76だからね、ハイで入れるの。この76がさ、何回もサポートしてるから、まあ75でサポートしてんだけど、76ってのがね、また下がりそうだね。760760760で何回もサポートしてんだよ。とりあえず逆差し値がさ、74ぐらいだからさ、刈られないで済んでんだけど、これ刈られたら痛いよ。刈られたら痛いんだけどさ、まだ8時36分でしょ。76来たらあれだよ、入るよ。はいで、はいはい、はいで日だから。はいはい、よし、今日運悪いんだよ。運悪くても勝つ日は勝つ勝つ日は勝つ。そうなんだけどさ、いや、金運がね、1あるからね。昨日は 0.5 だったからね、どうしようもなかったね。ポンドのショートが逆差し値に逆差し値82銭が刈られてから下行ったからね、1円下だからね、あれだよ、4万円だよ、持ってたら。美味しいのにな、美味しかったのにな。ちょっとあれだよ、3銭85銭ぐらいに逆差し値しとけばさ、刈られなかったのにさ、82銭だったからね、マイナス4000円でロスか、あの逆差し値かかっちゃった、マイナス4000円で、結局昨日はマイナス6000円で終わっちゃったんだ。今日もマイナス3000円からスタートだからね。まあハイローで、今ハイローいくらだったんだ、昨日1万2000だったから2000勝ったのか、ハイローでね。昨日の負けを取り戻した。昨日マルペケさん、狩られた瞬間 S はいる時もあるのにねなんて、狩られた瞬間 S 入る時もあるのにね。どういうこと、狩られた瞬間ショート入る時もあるのにね。ああそういうことね。私がね、私のトレードでね、チクショーっつってね。違うの、あのポンドはね、なんていうの、禁止してる通貨だからポンドは禁止通貨だからね、私の中でトレードしちゃいけない通貨の中に入ってるからね。だってキラー通貨だからさ。だからたまたま昨日はほら11円も上げてきたわけだからさ、下がるかなと思ったのよ。すごく下がるかなと思ったから、ショートしてみたの。で逆差し値を10銭にしてさ、そう入れといたんだけど、刈られちゃったんだよね、その10銭がね。謎の戻しでさ、刈られちゃったからね、ショックだった。その前にさ、マイナスが1万4000円のマイナスが1万4000円のマイナスが1600円になったから、昨日ね、ちょっと気持ちが高ぶってたんで、余裕かましてポンドショートとかやってたらさ、またそれで4000円くらっちゃってさ、再起不能になっちゃって、もうそれ以上入る気にならないよ。一回刈られたらもう入る気にならないそういうもんだよ、ポンドはね。もう今度はやっちゃいけないって、今度難しいもん。またなんか大チャンスが来たら入るかもしれないけど、それ以外はドル円でやらないと。マルペケさん、昨日って11時30分頃トレードしてたの。11時30分、夜？夜トレードしてないよ。11時30分頃トレードしてないよ。
夜は寝てる、その時間ちょうど寝てる時間だ。マルペケさん午後の、あ、午後の11時30分マルペケさん、うんうん、よ、夜の11時30分、午後の、あ、午後ね、その時間寝てる時間違うんだ、あれでしょ、アメリカ始まる時間でしょ、マルペケさん夜のね、うん、アメリカが始まる時間はしてない、うん、寝てた、熟睡、狩られてないよね、狩られてない、からくれない、なんか一番人気だったのに十何番だったね、十何着だったね、16着14着からくれない単勝買ったのにな、 4.7 倍、来ないんだよ、狩られてない、からくれない、よし8分、基本アメリカ時間はトレードしない、夜もね、夜中もねトレードすることあるんだけどね、配信はできないんだ、うん、夜喋ってると起きちゃうからさ、他の睡眠妨害になっちゃうから、苦情が出たから夜中配信しないようにしたの。まあ朝5時か5時半から配信してさ、それでいいんじゃない？日中配信、うん、夜中配信してもさ、何の得もないしさ、うん、見せたいけど、その自己満足のために夜中配信して苦情来たんじゃしょうがない。でもね、夜中もみんな起きてるからね、結構あ、80銭だ、80銭いいね、88ぐらいまで行ってくれないかな、これさ、またさ、9時になって落ちるんじゃないの、これやだよな、雲の上限でしょ。あ、でもゴールデンクロスするね、早いな、結構早くゴールデンクロスするな。こう 25MA、 赤い線がさ 75MA を下から上へ突き抜ける、次あれじゃない、1分45分でゴールデンクロスじゃない。マルペケさん、その時間チャートが落ちてリバってたから、ああ、すごいよね、昨日のチャートはひどいよね。チャートはひどいっていうか、昨日の暴落はひどかったよね。あ、46銭までいったでしょ。あの時間やってたらあれだよ、多分負けてるよ。食らってるとこだよ、あんな動きされたら。危ない。あ、リバったか。あ、そうか。その時間チャートが落ちてリバってたから。あ、それでね、あ、ロングできてれば儲かってんじゃないかってことね。いやー。ね、アメリカ時間やれたら。マルペケさん、それなら寝ててよかったわ。多分負けてるとこだよ。うん。多分負けてるとこだよ、やってたら。うん、ゴールデンクロスしたよ、ほら。ほら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 。ほら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 。ほらほらモードだよ、ほらほらモード。ほら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 、ほら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 。ほら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 。いいよ、いいよ。ほら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 。
よい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 よ。ゴールデンクロスしてんだよ。あ、いった、いったいった。ちょっとちょっとちょっと、よし、いた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 、取れ、プラス108円。まだ行きそうだけどな。よし、いいや、これでね。あ、行ったじゃん、上、ほら。88ぐらいまで行っちゃう、これ。あ、強い陽線だったね。114回復とかある？残り2分だ。一回切れるね。あ、俺下がってきた、俺下がってきた。そうじゃ、そう簡単じゃないんだよ、これ。マルペケさん、今見えてるマイナス710って韓国ウォン。韓国ウォン。韓国ウォン。この評価損益は韓国ウォン。2枚で入ってる。いつも1枚だったんだけど、強気でロング。佐野毛さん、おはよう。佐野毛さん、おはよう。るんですか、なんて専業してはるんですか。FX が仕事です。今月負けてますけど、7万ぐらい。宝くじで3万買ってます。なんかわかんない、よくわかんないけど、 FX 仕事ですけど、うん、FX7 万負けて宝くじ3万買ってます。専業、うん、無職ですよ、無職、当然無職。でも配信業っていう、配信業って、まあ稼いでないからあれだけどさ。配信業っていう仕事もあるんだよね。うん。なんか、まあ、まだ、ひよっこで、ひよっこ配信者ですから、あれですね。佐野毛さん、宝くじわら。宝くじ。いいのよ、宝くじで1億円儲かっても、ほら、奥トレになれるじゃん。いいんだよ。それこそあれだよ、運の使い方次第ですよ。40秒。あ、今日も暑いね。ちょっとクーラー、エアコン入れよう。佐野毛さん、コメントのタイムラグ長いですよ。コメントのタイムラグが長い？本当に？なんあれかな、パソコンがあれじゃないかな。あ、どうだろうな、ソフトいっぱい立ち上げてるからそうなってんのかも。